期待しております。USA 女子シングルのフリー、アメリカのトニア・ハーディングです。昨日オリジナルで2位。非常にジャンプの得意な選手です。まずスピンから入ってジャンプに備えますね。最初のジャンプトリプルルッツ決まりました。決まりましたね。はい、この後コンビネーションはダブルアクセルダブルトーループ。トリプルトーループダブルトーループ。綺麗なスパイラルです。トリプルループインナーバウアーですね。トリプルフリップ、ちょっと両足で着氷したような感じですね。4種類の3回転を行いました。センディン・ザ・クラウンズから曲はワイルド・スイング。なかなかいい締めくくりでしたね。5種類のジャンプをこなすハーディングですが、その得意のジャンプはいかがでしたか。そうですね、前半に入ってたこのルッツですか。はい、これなんかは非常にまずなんていうんですか、上がってから回転を始めるという本当教科書通りの飛び方ですね。高さも非常によくあったと思います。
これはダブルアクセルからのダブルトーループへのコンビネーションですね。はい、まあ、あの彼女もですね、オリジナルプログラムが終わった段階で2位につけてまして、はい、ね、佐藤由香選手とか八木沼純子選手に追われてたわけですね。ところが佐藤由香選手、八木沼純子選手が先に滑ってで、あまり良くなかったと言ったことでですね、うん、彼女にしてみると非常にその部分ほっとして安心して滑るっていう、まあ、心理的な要素が非常に大きくあったんじゃないかと思いますけれども、滑走順というのもありますね。さあ得点が出ました。まずテクニカルメリット 5.6 5.7 伊藤さんに次ぐ得点 5.6 5.7。この後のアーティスティックインプレッションもありますが、どうやらこれは伊藤さんに次いで2位に食い込んでくる得点かと思われます。アーティスティックインプレッション、すごい接戦でいますが、この時点であと1人を残して1位伊藤みどりさん、2位このハーディング、そして3位シュアナール、4位佐藤由香、5位京子稲、6位キールマン、7位八木沼という順になっています。14番、リンクサイドに伊藤さんの姿も見えますね。ソビエト No.14 ラリサ・ザモティーナ US